にちは。2019年6月10日夜ということで、自称ゲームジャーナリストめぐみでございます。2019年 E3、いよいよプレスカンファレンス開催ということで、今朝の朝5時から、始まりました。先陣切ったのはマイクロソフトということで、マイクロソフトの発表は、新型 Xbox スカーレットだったり、プロジェクト X クラウドだったりっていうのがあったんですけど、ソフトとあって、ハードウェアの話は別の動画で喋りましたので、今回はソフトの話をしていきたいと思います。非常にエキサイトな、発表会になっていて、もう今年の E3 はマイクロソフトの発表会になっちゃってるなっていうイメージを今のところで、まだ1日ですけど受けています。で、あれですね、100タイトル以上用意しているんですけど、その中からチョイスした60タイトルを紹介しますって言ったんだけど、駆け抜けすぎちゃってもう60全部覚えてないです。だからもう、AAA の気になってるといくつか喋っていきます。まず、G アウターワールド、これが、旧フォールアウトのスタッフが作ってるものなんですけど、すごいサイバーパンクのヒャッハー系フォールアウトっていう、なんかやっぱフォールアウト種するなっていう感じなんですけど、非常に面白そうで、2019年オクトーバー25ということで、今年中に遊べますという感じですね。非常にこれはなんていうかね、やっぱホールアウト種するねなんですけど、楽しければいいっす。楽しいと思います。で、今回目玉だったのこれかな、もしかして、サイバーパンク2077、まあヘロだとかギアーズとかもあったけど、とりあえずこれはすごい目玉だったんだと思います。なぜかというと、キアヌ・リーブスさんが、出てきて、キアヌ・リーブスがこのゲームのプレゼンを行うっていう、ちょっと面白い構図が出ておりましたね。なので、なんだろう、カンファレンスっていうショーが非常に、キアヌ・リーブスが紹介するのみたいな感じで面白かったですね。で、これは2020年の、4月16日発売なんですけれども、ね、スカーレットは2020年ホリデーなので、もう Xbox の最後の花火が凄まじいなという印象ですね。サイバーパンク、これ絶対面白いからね。で、あと、そうだな。ギアズ5、これね、伸ばして、スカーレットと Xbox の縦ロンチにしちゃうのかな、みたいなのもちょっとうがった見方をしていましたが、いきなりもう発売日、9月10日です、ギアズ5。もう速攻出ます。あと3ヶ月後。だからゲームズコムの後にすぐ出る感じですね。もう速攻出しちゃうと。だから、あくまでこれは Xbox 用、Xbox One 用だと、スカーレット用ではないよと。で、Halo に関しては、Halo Infinity っていうのが発表されたんですけど、それは、スカーレットっていう、スカーレットのロンチにかける。なので、スカーレットに Halo と Gears と両方ロンチかけるのかなと思ってましたが、わかんないよ。案外裏で Gears 6作ってて、もう作ってて、その、スカーレット用に、出せる状況なのかもしれない。だから今年も9月に出しちゃって、ギアズ5ね。っていう可能性もあるけど、まあちょっとどうかな、それはっていう感じしますけど。早いっすね。ギアズ5発表からあっという間に発売にこぎつけたなということなので、これおそらくできいいんじゃないですか。難航しなかったっていうことでしょ。そしてボーダーランズ3。これはもう発表されていたものですね。9月13日発売されますので、だギアズが9月10日でしょ。で、ボダラン3が9月13日なので、9月暑いっすね。暑いよね。9月集まったね。うん。だって、ギアーズ3日で終わらすって結構大変だからね。で、ボダラン入ってきちゃったらどうしようみたいなところで、ボダランズ3。ね、ボダランは、まあ、面白いですから。私、ボダラン2が超好きで。私にしては超珍しく PS 版と PC 版と2回クリアしてるんですよ。私にとってはすごい珍しいことなんですよ。だからボーダーランズ2はね、すごい面白かったんですよ。ハックスラの要素もある、旅というかオープンワールド的な、シューティングゲームっていう感じなのかな。面白いですよ。で、コープができるから友達が、いや、やろうよって言われたらいいよって言ってやってしまった関係上2回クリアしてるっていうね。関係でボーダーランズ2はそんな感じで、私はボーダーランズ大好きなんですね。ボーダーランズ3、9月13日と
ということでございます。で、これね、楽しみにしていた方多いかなと思います。フロムソフトウェア新作、エルデンリングということで、こちらね、パブリッシャーはバンナムだそうです。で、デベロッパーはフロムという形で出すそうですね。これ、PV を見ていくと、まあ、テイルズとかいろいろドラゴンボールとかも発表されたんですけど、その日本のいわゆるアニメチックなものではなくて、世界、ワールドワイドの今、ワールドワイドで受ける世界観ってあるじゃないですか。その世界観を持っている。だから、例えばギアーズだなんだってババババって PV が出てる中、普通にフロムのソフトがPV が出てきても遜色なくいっちゃうっていう、何も違和感なくいっちゃうっていうのがすごいなと思います。感性がもう世界になってる、フロムはっていうところを感じますね。別にどこのね、デベロッパーが作ったら重要だけど、どこの国が作ったとかあんまどうでもいいじゃないですか。ゲームが面白いか面白くないかなんで、その判断基準として、デベロッパースタッフ誰が作ったんだっていうのは重要ですけど、別にそれがどこの国の人はどこの国のデベロッパーなんて全然関係ないじゃん。だから関係ないんだけれども、日本人として日本デベロッパーはやっぱちょっと特別に見てしまう部分がやっぱございますので、そう見ると PV がバー流れた中、フロムは完全に世界の感覚を感性を持ち合わせているんだなと思いました。あとはそうですね、あと気になるところで言うと日本タイトルいきましょうか。ドラゴンボール Z カカロットっていうものが出るということですね。はい。まあアニメーションメインで PV は出てたんですけど、ドラゴンボール Z カカロットでフリーザー編なのかな、なんですけど、いわゆるちょっと前に出たドラゴンボールファイティングバイパーズじゃなくてドラゴンボールファイターズみたいな格闘ゲームではなく、ストーリーものの一人用のゲームかなっていう気がするんですよね。カカロットを操作してフリーザ倒しに行くのかなみたいな感じを受けるんで、案外今までのものじゃない、ドラゴンボールファイターズの対戦ゲームっていうより、ストーリーを一人でアクションゲームとして遊んでいくもの、アクション RPG っていうんですか、アクションストーリー、まあいいや、アクションゲームとして遊んでいくっていうもので、案外そのね、対戦だったからドラゴンボールやりたいんだけど対戦はなーって、格闘ゲームはなーっていう人にとってはもうこれ朗報じゃないかなと思います。で、テイルズの新作が発表されました。テイルズ・オブ・アライズということで、これがね、発売が2020年ということで、グラフィックめちゃくちゃ綺麗ですね。日本特有のアニメ調のグラフィックなんですよ。だけれどもそれを極限まで引き上げてきた。今世界はやっぱりリアル系じゃないですか。フロムとかもそうだけど、リアル系に寄ってるじゃん。だけど私は別にこの日本のアニメ調のゲームがダメかどうかって言ったら、全然それは独創的であって、個性があって非常にいいものだと思うんですよ。だから発表が見てて、もしかしたらドラゴンボールはまあ IP ものだから置いといて、テイルズなんか出た時にね、やっぱりかっこ悪い、なんだなにかっこ悪いわって思うかもしんないけど、思う人もいるかもしんないけど、それは個性だからいいと思うんですよ。例えばレゴのゲームとかもいっぱい出てるじゃないですか。で、レゴはレゴの世界観があって、で、今世界で受けている確かにそのリアルチック、リアル系っていうのはあるけど、このテイルズの、テイルズってか、まあ日本メーカーが得意としているアニメ調のものが、決してダメかっていうと、そんなことはなくて、これは個性であって、非常に今日本が持っている強みだと思うんですよ、むしろ。アニメ調の、ゲームで、クオリティの高いものを出せるっていうのは強みの一つだと思いますので、まあだからその中間がどっちつかずになっちゃってるのがファイナルファンタジーみたいなところはありますけどね、ファイナルファンタジー15とかってなんだかよくわかんないみたいな感じで、向こうの人も困惑、日本人も困惑みたいなところが出てきますけど、こう割り切った感じでアニメチックな絵柄を2019年という世代で、究極までブラッシュアップしたっていうものが見れた感じはしますね。非常にこれ私はね、テイルズこれやろうっていうか楽しみにしちゃっ
ったな、あの PV だけ見てると。まあ私はだからアニメチックなゲーム全然大好きなので、むしろ大好物なので、それで育ってきたような人間なんで、リアル系もいいですけど、アニメ調も悪いもんではないんですよ。個性、非常に強い個性を持ってるってことだからね、だからいいと思うんですよ。まあこれがね、なんかアクションゲームみたいな感じなんだよね、パッと見た感じ。コマンド式 RPG とは思えない。どう考えてもオープンワールドのなんかアクションっぽい動きを PV ではですよしてたんで、それだったらなんか案外面白いかもなっていう感じを、面白いかなっていうか、今までの RPG、 コマンド式 RPG ってなかなか世界で受けづらいじゃないですか。今コマンド式が受けないんですよ。だからFF もね、コマンド式じゃなかったじゃないですか。まあコマンド式なのかどうかあれ微妙なところですけど、いわゆるターン制のコマンド式ってもう全然受けない。テイルズはもう、最初からね、テイルズ・オブ・ファンタジアから、ちょうどあれ、格ゲーが流行ってた背景もあるんですけど、ね、コマンド入れるとね、波動拳コマンド入れるとブジューって出たりとかあったじゃないですか。だからテイルズ自体は時代にマッチしてどんどん変えていくっていうのはありかなとも思うんで、まあわかんない。これは私の予想ですけど、PV を見た感じだと、いわゆる今までのテイルズの RPG っていうより、ちょっとアクション、に見えましたね。で、私はとにかくこれすごい楽しみになりました。テイルズ・オブ・アライズですね。非常に楽しみ。面白そう。はい。という感じ。日本からは、ドラゴンボールとテイルズとフロムっていう感じですかね。まあ、あとはさっきも言ったように、レゴのものが、たくさん出ましたね。まあ、レゴは人気ありますから、世界で。で、フォルツァ・ホライゾン4が出てきたと。で、フォルツァホライゾンのなんだと。4はもう持ってる。何なんだって思ったら、レゴ版だったっていう。フォルツァのレゴって、見てるとなんか、ミニ四駆がバーって街中走ってて、レゴって、作ったものを壊す楽しみとかもあるんじゃないですか。そこにバーン、ボーンみたいな破壊みたいな、車でね、っていうところがあって、あれはなんか、子供たちとか絶対楽しいだろうなと思って。あとはびっくりしたのが、会場にフォルツァ4の時に置いていたマクラーレンあるじゃないですか。あのマクラーレンがあったんですよ。で、最初ちょっと照明ライトアップされてなくて影が出てて、あ、またマクラーレン持ってきてフォルツァはなんかやるのかなと思ったら、なんとそのマクラーレンがレゴで作られてたっていうね。あれ超大作でしょ。あれはすごいね。ちょっと現地で今年あれね、展示してあるんだろうけど見れないのが残念ですけど、まあレゴガチ勢が作ったんだろうね。まあ日本ではね、レゴランドちょっとうまくいってないみたいですけど、あんまよくわかんないけど、うまくいってないみたいですけど、世界ではね、あれはオランダ発祥でしたっけ、レゴランド、大人気ですから、レゴランドのためにその国に行くっていうぐらい熱量ある人いっぱいいますから、レゴ人気ですね。あとはスターウォーズとかその辺の、IP ものもいっぱい出てましたね。で、スターウォーズはEA のクロスバイトエンジンでやっていた、なんだっけ、バトルフロントっていう、なんていうんですか、結局 FPS の対戦ものだったじゃないですか、最近のスターウォーズ。だけど、PS3 の時代とかってそうじゃなかったんですよ。スターウォーズって一人用で遊ぶ、アクションゲームだったんですよ。で、私それ超好きだったわね。スターウォーズアンリュシッドなんたらとかっていうタイトルが一番好きなんですけど、名前がちょっとうろ覚えなんですけど、それ日本入ってきてないんですよ。で、私はわざわざやりたくて、今とまた全然違うからね。10年前とか。輸入も結構めんどくさいんですけど、海外輸入結構して買ってたんですよ。その中で、その、スターウォーズの一人用のゲームっていうのは非常に面白くて、その映画元で、なんとかと空飛ぶおじさんみたいな家のやつとかも輸入してやったんですけど、あれはそこまで面白くなったけど、面白かったのはスターウォーズと、あとあれ面白かったな、なんだっけ、マジック・ザ・ギャザリングじゃなくて、ロード・オブ・ザ・リングじゃなくて、指輪物語じゃなくて、ホグワーズってなんだ、ホグワーズ。これ私1巻しか読んでないからな。ハリーポッターハリーポッターのゲームとかもすごいね、これも日本で出てないんだけど、こうコントローラーグイグイ使って面白かったんですけど、スターウォーズの方はね、本当に一人用でやってると、
ちょっとうろ覚えですけど、ボタンニュートラルにして歩いていくと敵がピピピピンと撃ってくるじゃん。それをスライドセーバーでボン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 って勝手にやるんですよ。でこういう風にボタンを押したりするとそのガードが切れるとかねっていうので、ただ歩ってるとかっこよくボン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 ってビームを跳ね返すとか、あとはこうサーンってフォースを与えたりとかっていう、アクションゲームすげえ面白かったんですよ、スターウォーズの。それむしろ私 PS3 のゲームの中の5本目に入るぐらい面白かったんじゃないですか。めちゃくちゃ楽しかったんですよ。だからスターウォーズのそのバトルグラウンドみたいな対戦ものもいいですけど、私はスターウォーズといえばそっちなんですよ。一人用で、アクションゲームとして遊んでいくっていうのが非常に大好きだった人間なんで、それが出る、その流れを組んだものが出るっていうのは非常にいいところですね。私個人は喜ばしい、絶対やりたいっていうところで、かっこいいんですよ本当にね。スターウォーズの一人用のあれはね、やってほしいな。面白かったから、かっこいい。本当にスターウォーズらしい遊びができる。なかなかさ、スターウォーズらしい遊びさ、バトルフロントできなくない？私が下手くそだからかな、やられちゃうんだよね。だからまあ私はこっちの方がいいな個人的にですけどね。なので、その辺とかは面白かったですね。マイクロソフトの発表会は非常に濃厚で、まだ1日しか経ってないですけど、なんか今年の E3 ってマイクロソフト発表会になっちゃうんじゃねえかっていう。しかもマイクロソフトは、コンベンションセンターじゃなくて横のマイクロソフトシアターでやってるからね。どうなのそれっていう感じになって、なんか E3 自体が揺れ動いてんなっていう感じは受けるよね。これでもしさ、ソニーがさ、E3 今年ね、出ませんでしたけど、ゲームズコムに出るって言ったら、だんだん E3 が世界一から、ゲームズコムが世界一に動いていきそうな気するよね。そういう動きってのは別にあって、別になんてことはないんで、我々は追っかけるだけなんで。それこそ東京ゲームショーをワンチャンね、危ないみたいな。で、世界三大ゲームショーの一つなのか、本当にって。マイクロソフト参加しないものは果たして世界三大ゲームショーって呼んでいいのかみたいなところが出てて、そもそも観客動員数も、台北ゲームショーに負けてるっていうところで、何なんだこれはっていう状況起きてますんで、なんか今年はマイクロソフトだね。スカーレットも出たし、マイクロソフトの流れというのがものすごく強いですね。で、まあ、どんだけ頑張ったところで、今世代機はもう PS4 にはかなわないので、現状作った、プラットフォーム、まあ、PS4 は1億台だとして、Xbox が、5000台とか、6000台ぐらいだっけ？なので、4000台？ん？それスイッチ？ん？ 6000 台？ん？まあ、5000台ぐらいで出させてください。その市場で稼いでいくと。いう形をとって、次世代スカーレットで、PS5 を打ち倒すという形に持っていければいいんじゃないですか。だから今期はもう、ハードウェア普及というよりも、もう作った、プラットフォームで、あとは稼ぎ倒すっていうところですね。うん、このラインナップで、スカーレットまでバーッと続くんじゃないですか、流れで。まあ、とにかく最後に言えることなんですけど、残念だったのが、残念というかまだわかんないですけど、ゲームパスをすごいやっぱ押してるんですよ。去年の E3 もそうだったし、もうずっとマイクロソフトゲームパスを押してて、実際ゲームパスってものすごく魅力的じゃないですか。だけど、日本に入ってこないですよね。あれは日本市場がないっていうのが一番の理由だと思うんですけど、まあセロとかなんかめんどくさいことになってるのかもしれないですけど、なんとかしてゲームパス入れてほしいですね。で、ゲームパスアンリミテッドっていうものも発表されて、PC と、ゴールドと通常のゲームパスと全てバンドルされて 14.9 ドルみたいな感じだったんで、めちゃくちゃ安いし、もうなんか羨ましくてしょうがない。頼みます、マイクロソフトさん、早く日本に、ゲームパス入れてください、ね、スカーレットに向けて。スカーレットは、ね、日本市場でトップ取れるかもしれないじゃないですか。それには、今のうちから種まきましょうよ。ゲームパスやらして、我々にも。本当、あれ、すごい魅力的だから。めちゃくちゃ魅力的。で、まあ、ほとんどのゲームが、マイクロソフトの場合、Xbox One & PC、Windows PC っていうところで、出してたんで、もう、取り込んでいきますね、PC と。ということで、非常にエキサイティングな、発表会であって、うん、あとはもう、ね、スクエニとか UBI とか、そういう感じで行くんで、今年の E3 ってもうマイクロソフトだなっ
ていうのがもう確定しちゃった感じしますね。マイクロソフトの発表会だったなっていう。まあ、しょうがない。だってソニーが出ない以上ね。わかんないよ。まだ任天堂が、任天堂 E3 プレスカンファレンスじゃないけど、任天堂ダイレクトなんだけど、それね、流れでやりますので、ね。あの E3 を後にやりますんで、そこで案外ね、新型スイッチは出さないって、発表しないっていうことは言っておりましたが、言っておりましたが、スカーレット出てきちゃったし、PS の情報も出てきちゃったし、ここを踏ん張りどころだぞっていうので、わかんないですけど。まあ、とにかく、今のところパッと見て、この流れでいくと、今年2019はマイクロソフトの年だなっていう気はしちゃいますね。ということで、MS の、カンファレンスのソフトウェアの方のお話でした。聞いていただいてありがとうございます。では、今日今、23時50分なんですけど、本日はね、ベセスタあんま喋ることないんだよな。ベセスタカンファレンス昨日あったんだけど、それは個別動画作んなくていいかなと思ってます。本日朝5時からですね、UBI がありますので、まあそっからですね、また楽しんでいきたいと思います。そんなわけでマイクロソフトカンファレンスのソフトウェアのお話でした。またお会いしましょう。バイバイ。